毎度フジモンです。今日も来ましたよ。愛車紹介来ましたよ。言われるがままに愛車紹介撮ってますよ、はい、これこれこれええちゃうかな兄ちゃん、YouTuber もうええってだから調子いいな、今調子いいなあんたが鳥言うたやろ会社紹介、はい、紹介してくださいよ。今日はですね、姫路からね、姫路からリピーターで来てくれました。はい、はい、自己紹介、はい、リョウです。リョウさん、はい、リョウさん、愛車の方が VTR です。ホンダ VTR 250です。250ね、はい、250です。はい、で、もう一人、はい、自己紹介お願いします。上中です。上中さん、はい、愛車の方エストリア、エストリア、はい、こちらです。じゃあどっち行こうかな、 VTR から行こうかな、はい、自慢ポイントお願いします。自慢ポイント、自慢ポイントはそうですね、4年で10万キロ回したぐらいですね。4年で10万キロ回した、はい、メーターが一周してます。なんかこの辺なんかこちょこちょついてるけど、この辺は、はい、これは、ボルトメ電圧計と、電圧計とデイトナー、はい、ETC と、あ、ETC ついてるね。これついてる。あ、これ ETC なんや。はいはいはい。で、まずあの USB の電源と、はいはい、あとはキャリブレスぐらいですかね。これええの？歩行者に注意するときこう鳴らすとちょっと変わったかなっていうときに。お茶目っていうことであとは、まあ、あの GT ウィングぐらいですかね。 GT ウィングね、はい、これクリキー、まあ、これもお茶目っていうことで許しておきましょう、はい、死んだらあかん、うん、死んだらあかん、死なんとってくださいよ、はい、で、ドリンクホルダーと自作、はい、キャッチタンク、はいはい、が入ってて、もうステッカーが結構わちゃわちゃしてんね、はい、でボンネットマスコットならぬなんすかこれホンダウィングのホンダウィングの、うん、はい、がついてます。ミラーも一応変わっとんね、これ、はい、ミラーも変わってます。ステッカーもまあ自分で依頼して作ってもらったやつ。あ、そうなんや、これオリジナルなんや。オリジナルですね。ああ、とナンバープレートっぽいのをナンバープレートっぽいのね、はい、で、なぜかキス FM の、はい、それはまあ、じゃんけん大会でいただいたプレゼント。どこのじゃんけん大会？あの、キス FM の、キス FM のじゃんけん大会、はい、なんかラジオのやつが来たって。はぁ、で、タンクにも、で、ここのステッカーは僕、あの、見覚えあるんです。はい、前職の、はい、あ、そうだった。はい、元ここです、僕、はい。でもなんかあの会社会みたいなんで問題です。ああ、僕も取材で行ってましたね。はい。で、マフラーは？これはちょっとどこのメーカーかわからないと思いますけど、はい。メーカーはわからない。もらいもんですね。もらいもん。はい。ちょっと聞きたいね。はい。聞きたいですね。音で？音ね。はい。聞いてみましょう。はい。はい、いいサウンドで、はいはいはい、こんなところかな、はい、ポイントとしては。そうですね、まあ、うん、あの全然あの中身はいじってないですけど、まあ、メカノイズをそんなにすることなく、ああ、10万キロ持ってくれたんで、はいはいはい、もう普段じゃあ足として乗ってる感じですか？そうですね、まあ、ツーニングが多いんですけど、ああ、ちょい乗りは原付も飛んであなるほどね、はい、遠いところでどこツーリング行きました？九州、やっぱあの九州から、東の方は箱根まで。おお、なかなか、はい、なかなかっすね、はい、はい、こんな感じの VTR です。続きまして、はい、続きましてご紹介してもらったから、はい、じゃあもうまずはお気に入りポイント。お気に入りシールド、シールド、あ、これ変えてるんや。これか元からついてたんですけど、これはスモークに変わってるっていうこと。
ショートになってるっていうこと？いや、元からこれがついてる。なんかよくわからないですけど、なんかして。まあこれがとりあえずお気に入りポイント。まあ、お気に入りですね。はい。で、あと触ってるとこといえば、まあバックくらいですかね。バック。まだ全然触ってなくて。これまだ購入されて半年。半年ぐらい。くらいですね、経って。普段足として乗ってる。そうですね。就職して。で、通勤で使おうかなと思って。あー、なるほど。バックね。バックぐらいですね。でも結構高いもんね。そうですね、うんうん、はい、こんな感じで。あと、これはマフラーは変わってないかな。マフラーは変わってない。変わってないですね。まあでも綺麗ですね。まだこけてない。まだこけてないです。こけてないね。うん、タンクも綺麗で、はい、で、スマホホルダーついてて、で、これは？それはアクセルサポート、あのアクセルの、あのアシストですね。アシスト。はい、あの、楽に、はい、楽に、はい、なるほど、回せるように、はい、こんなんもついてますということで。はい、紹介させていただきました2台ね。はい、で、松尾さん、あ、2台言うじゃん。もうええから。メガネがいつもと違いますよ。あ、ほんま。目悪なったんですか。カメラやめて。目悪なったんですか。ヘルメット被らないとダメですよ。ね、はい、カメラやめてもう。ということで、今日は愛車紹介2台、はい、紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。まあこれからも長く綺麗に乗ってください、はいはい、ということで、今日も安全運転で安全運転でね、はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンお願いします。はい、チャンネル登録もお願いします。お願いします。